ちゃんくん、そろそろ出てくるよ。白黒マン出るよ、白黒マン。じゃじゃーん。そうなるとこっちで出たい人がもう一人出ますよ。ずんずん出てくるね。そしてずんずん歩いていっちゃうね。今また戻った。行ったり来たりしていますね。ちゃこちゃんなんか濡れてるね。また。水の中手突っ込んだでしょ。なんかこの人、水のところにさ、すごい手を置いてさ、はいはい、人でパンチできるね。あ、パンチさん出ちゃう。開けっぱなしだったさあ、アンズちゃんだけ出してもらえない感じになってますよ。アンズちゃんもなでなでしたり、抱っこね、一緒にはなかなか難しい。ちゃこちゃんピンクの毛糸で編んだレースのやつをつけました。ちょっとゆるいので、うん、ちゃこちゃん、かわいいお口。娘みたいになってるね。うん、かわいい。ハンジョン君、え？って顔してる？かわいい。二人ともかわいい。あ、逃げちゃった。でもちゃんこ怒らないのね。アリカさん。何？って顔してます。
き物がって感じ、うん、ジャコちゃん全然怖がらないね。広いしね。今度はきなこちゃんです。何でもおもちゃです。あ、紐が気になるかな。ちょっとなんていうの、余った部分でね。まあ、そのままスポットできるかな。これがかかれるんだけど、大体の大きさ。スポは無理だな。スポは無理？無理だな。そうそう、これね、伸び縮みな。そう、ニットで編んであるから、うん、めっちゃ楽しみ。ナンバーの普通なことかな、うん。はいはい、はい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 。はいはいはいはい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 。特にチャコちゃんを疲れさせよう。この人は泣くから。はい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 。はい、アンドちゃん、アンドちゃん、アンドちゃん。でも最近チャコちゃんね、そんなに動きが離れてなかった。うん。はいはいはい。ほら、アンズちゃんだけ不利でしょ、君、その中だと。こっちの二人は自由に動けるんだよ。さあ、外に出るためには何をすればいいのかな、アンズちゃん。ダイナミックすぎてあ、ダメないかな、やっぱり夢中になりすぎると危険かもしれない。なるべく小さく動かせればすっごい動きがいいので、ほい、
はい。あ、また切れた。金具が取っただね。はい、できたよ。あ、開きっぱなしじゃん。宮殿のように広いとこじゃなくて難しいかな。またへぇ、今度は扉がね、危ないんだよね。中には今入ってないから、これじゃないので遊ばせるわ。ちょっと油。はい、これ。これ、しょぼいけどこれ。はいはいはい。ほう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 。ほうほう。ぐらいの動きの方が危険がなくていい。ただアンドちゃん全然もう興味ないこれには。はい、目が回る目が回る。はい。とにかく人気はあるんだけど動きがダイナミックすぎてね、ちょっと危険かな。何にもないフラットな廊下が20メートル続いてないとダメだね。はいはい。